ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。さて、イチゴの両親の部屋に入りましょうか。私は急いで部屋に入ったけど、中は空っぽだった。中の雰囲気は、何か、異様な感じがした。ホコリっぽいというだけじゃない。匂いもすごい。死んでから一日経過した動物のような匂いだ。イチゴはこの部屋を掃除してないの？あれ？畳の一枚が少し浮いてる。血の雫もそこに向かっていた。それを見て、私は畳をどかした。その下には秘密の通路があった。そう言うとかっこよく聞こえるけど、家の下の収納スペースに通じる通路に過ぎない。非常時のためにあるんだと思う。ただ、どけた途端に匂いが強くなった。下は真っ暗だ。ここで死体を見つけたら？そう思うと緊張するけど。ワクワクもする。通路に飛び込もうとしたけど、その前に、あいみ、その言葉を聞いて、私はすぐに振り返った。この部屋に入らないでって言ったでしょ？イチゴに血がついているのを見て、私は驚き、後ろに倒れた。この匂いとイチゴについてる新鮮な血を結びつけるのに、そう時間はかからなかった。イチゴが、何かを殺した。または誰かを。私が地面に座っていると、イチゴが私に近づいてきた。私にできることは、背中が壁にぶつかるまで後ずさりすることだけだった。見て。あいみ、僕が怖い？怖がる必要はないんだよ。僕は、あいみが怖がってた犯人を殺したんだ。ほら、見せてあげるよ。ほら、見て。こいつは死んでる。こいつの体の他の部分はこの下にあるんだ。どうしてこいつが犯人だとわかったかって？実は昨日の夜、こいつが家の外で覗いてたんだ。それで、戦って、殺しちゃった。それで、次は私なの？え？あなたが殺人鬼なのを今知ったわ。私は彼を動揺させている間、使える武器を探した。イチゴを傷つけたくはないけど、殺されるなら。話は別だ。どうして？いつ頃から？今回だけだよ、アイミ。しかも、これは事故だ。君を殺すつもりはないよ。え？僕が殺したのは、そもそもアイミのためなんだ。僕は、アイミのためだけに犯人を殺した。アイミの安全のためさ。それぐらいアイミが好きなんだ。警察は無能だよね？何もしてくれないよね？僕を信じて、アイミ。だから殺したのね。私のために？うん。本当に私を殺さないと誓う？命にかけて誓うよ。イチゴ？え？こんなことなら、もっと早く言ってくれればよかったのに。イチゴは？私のためだけに人の命を奪ったのよね？イチゴは、そんなに私のことが好き？あいみ？どういう意味？答えて。うん？イチゴ、そんなに愛してくれてるなら、一瞬で好きになってた。ねえ？ねえって、え？次は誰を殺すの？あいみ、勘違いしないで。僕は理由がないなら殺したくないよ。それに、僕は連続殺人犯じゃない。嘘をつかないで。イチゴが、弱いのは知ってた。小さい頃から、死んだウサギを見ることでさえ、吐き気を感じずにいられなかった。でも今は、人間の頭を抱えて微笑むことができる。人を殺したのは今回が初めて？そ、で、しょ。話して、正直になって、もう怖いからって嘘をつく必要はないの、イチゴ。何をしてきたのか教えて。イチゴの目から涙がこぼれ始める。やがて。イチゴは壊れた。僕が初めてやったのは、中学生の時。親が喧嘩して、離婚しようとしてたから、頑張って働いてたのに、お父さんは秘密にしてた。浮気を。僕は、何が起こったのかわからないんだ。気がついた時には、僕は手にナイフを持っていて、二人とも。それで、死体は隠したの？実したかったけど、もしアイミに知られたとしたら、嫌われると思った。嫌だ。嫌われるなら、死んだ方がマシだ。だから、隠すことを決めたんだ。それで、近づく人間を殺し始めた。僕は、ごめん。イチゴは泣き続ける前に、立ち上がった。イチゴは、
工場に振る舞っていても、心の奥底は変わっていなかった。数年間、イチゴは私から隠してきた。私に知られないように、イチゴは今まで、どうやって正気を保ってきたんだろう。あいみ？よしよし、もう隠す必要はないわ。あなたが告白したんだから、私も告白するべきね。小さい頃から、動物を殺すのが楽しかった。その癖があんまりにもひどいから、親は私を怖がって、育てるのを放棄した。小学校のウサギを覚えてる？あれも私がやった。だから、私たちは両方とも怪物なの。ある意味で。だから、イチゴと一緒に殺人鬼になっても構わない。あいみ、本当に？うん。あなたは私にとって大切なの、イチゴ。イチゴは殺すのが嫌？イチゴが嫌なら、私がイチゴのナイフになる。だから、一人で我慢しなくていいんだよ。うん。あの日以来、私たちはパートナーになった。恋人にもね、ハルトの体を埋めた後、私たち二人は、行方不明者のふりをして一緒に逃げた。新しい土地に移住して、偽の身元を作ることが、私たちの新しい目標になった。ねえ、聞いた？何を？ほら、あの小さな町で起こってた行方不明の事件。死体が見つかり始めてるらしいよ。切断されてたの。犯人はまだ逃走中だって。ねえ、もっと怖がってよ。うわ、あ、大丈夫？あ、あ、大丈夫です。歩くときは気をつけてね。殺人鬼について話すときもね。え？聞こえてたんですか？もちろん、大きな声で話してたからね。犯人が近くにいたら、君が殺されちゃうかもよ。怖がらせないでくださいよ。この人たちが？お前が怖がらせてたんだろ。痛いところをつかないでよ。冷たいなぁ。あはは。ああ、青春だね。それじゃあ、行きましょう。暗くなってきたから、二人とも早く帰るのよ。ありがとうおばさん。よし、帰ろう。あの女の子、私をおばさんって呼んでたけど。私ってそんな老けてる？はは、今年でもう22歳になるね。確かにそうね。そんなに老けてないけど、子供から見ればおばさんか。それでも、僕の目からはいつも綺麗に見えるよ。もう、黙って。わかった、わかった。それで、来月はどこに引っ越そうか？うん。倉敷はどうかな。田舎ならどれだけいいか考えちゃうの。じゃあ、倉敷だ。ブルーエンド、パートナー。やはり、アイミの秘密はウサギ殺しでしたか。とりあえずこれでトゥルーエンドだね。このゲームにはハッピーエンドも存在するらしいです。とはいえ、どういう結末になるんだろう？イチゴが犯人である以上、どうしようもないように思えますが。ユズキのことを考えると、ハルトを助けるとかかな。ハルトが生き残った場合、話が大きく変わりそうですね。じゃあ、とりあえずハルトを助けられるか試してみよう。この後はエンディングクレジットを流して終わりです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。